こんにちは、フレンチブルドッグココの飼い主です。ちょっと前にですね、ココさん24時間ケージフリーを目指していますという、あのハウスに入らなくていいようなね、そんな生活目指して頑張ってますみたいな、そんな動画を投稿させていただきました。でそれでですね、まあ、パパの散髪の時ももうあの自由に、してもらえるようになったので、あと残すところはお留守番の時くらいかなって言ってたんですけれども、ありました。まだあのココさん、ハウスしてもらってる時があったので、それをちょっと今回ね、あのフリーにさせてみたらどうなるかをちょっと撮ろうかなと思います。で、一体それが何なのかということなんですけど、あの着物をですね、畳んでる時はさすがにココさんちょっとハウスしてもらってたんですね。犬の毛が着物をつくと結構厄介なので、本当嫌なので、あココさんどうした。着物はあのうち年に1回干してるんですね。乗り付けはしないんですけど、まあ、ちょっとお祖母に言われて年に1回あの風通さんとあかんでカビるでって言われてるんで、まあ、年に1回干してるんですけれども、それが、祖母が本当に着物好きでですね、いっぱいもらったんですね、あの結婚の時に。で母の着物も譲ってもらってるので何着か持ってるんですけれども、それをね、去年子犬の時はあの私が干して畳んでる様子を、全て、ハウスから見ていました。で今年もすでに何着か干して畳んでっていうのをハウスから見ています。でこれから今からですね、目の前でハウスじゃない状態でココさんには、見てもらおうと思っています。おとなしく待てますか、ココさん。遊びたいモードかな、遊びたいモードだなこれ。やココちゃん、やココちゃん遊びたいモードになっちゃった、しょうがないね。ちょっと遊んでからにしようかな。はい、ココちゃん。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 うち狭いので、ここに干しています。ちょっとしたところに引っ掛けてるんですね。ココさん、ちょっとどいてくれる？顔がまだ遊びたい顔になってるな。おちゃん、おちゃんごめん、ちょっとだけここで座っとってくれる？ハウスじゃなくてね。ああちょっと待って、着物に触らないで。よいしょ。はい。ここにおってくれる？ごめんね。ごめんね、ココちゃん。本当申し訳ないんですけど。こっちから取っとくか。よいしょ。持ってな、これあれや、お母さんがくれたやつ、ココちゃんのバーバーや、ね、ココちゃん偉いね、そこにいてくれるの、ありがとうね、助かる、ありがとうね。あ、畳めたわ、ココちゃん。ここじゃなくてもう一回そっちで伏せてほしかったな。じゃあできるやん、全然邪魔せえへんで。ありがとね、ここちゃん助かります。よいしょ、畳めたわ、ありがとう、ここちゃんありがとう。というわけで難なくクリアしてしまいました。もう少しね、着物に興味を持って、絡んでくるのかなと思ったんですけど、そんなこともなくね、ちょっと待っててねと言ったら、おとなしく待っててくれたので本当に助かりました。ココさんありがとうね、ありがとうね、ココちゃんありがとう、はい、コン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 、はい、コン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 。何、いや本当に助かりますね。いやこの調子でね、本当に、ケージフリー目指してね、
頑張ろうね、飼い主も頑張っていこうと思います、ここまでご視聴ありがとうございました。ココさん何、もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。